ガレージバンドで作曲した曲を使って iPhone の着信音が作成できます。はじめに既存のプロジェクトを開くか、 iPhone 着信音をクリックして新しいプロジェクトを作成します。エグザンプルリングトーン、 Apple が用意したサンプルからループを作成できるループス、声を録音して着信音を作れるボイスの3つのテンプレートから選ぶことができます。ここではエグザンプルリングトーンを選択します。プロジェクトの名前を入力して作成をクリックすると、ガレージバンドがエグザンプルリングトーンを開きます。再生ボタンをクリックして聞いてみましょう。ループブラウザからループを追加して着信音のカスタマイズができます。ループをドラッグして長さを調整します。同じように自分で作曲した曲も追加することができます。再生ボタンをクリックしてもう一度聞いてみましょう。作業が完了したら、着信音として使いたい範囲をカバーするようにサイクルリージョンを調節します。長さを調節するにはウィンドウ上部の黄色の部分をドラッグします。着信音の長さは40秒以下になるよう注意してください。続いて共有メニューから iTunes に着信音を送信を選択します。ガレージバンドが着信音を作成し iTunes が起動します。これで iPhone に同期できます。